次に成田義雄議員に質問を許します。成田義雄議員。私は2件通告しておきました。まず志賀市年貢町2丁目の石橋から一級河川古川へ合流する地点までの蟹川堀及び石橋の整備についてであります。この件は平成20年2月定例会で質問した経緯があります。蟹川堀は阿賀川の真越を取水口とした普通河川で、河川法の適用を受けず本市の管理となります。志賀市年貢町石橋から上流は住宅が連綻し、土手の両側は 石積みなどで整備されていますが、その上流は市街化調整区域や農業振興地域で昔ながらの素掘りの水路です。そして石橋から下流の一級河川古川に合流する地点までは周囲が市街化区域で、住宅は密集し、土手の乗り面や川底は草が乱雑に生い茂り、ゴミ捨て場となり管理されていません。そのため豪雨時は土手が決壊し、民地は冠水で被害を被り、そのたびに会津中央土地改良区や市当局は部分的な土手の整備や川底の浚渫で対応してきましたが、数年後はまた同じありさまで、時間の経過とともに工事の施工方法や完治との境界が大きな課題となってきました。そのため平成20年10月29日、周辺の御町内区長は、恒久的対策として、護岸工事の施工を市長に陳情しました。市街化区域内の普通河川の整備は、平成17年4月から土地改良区との協議で、市が対応しなければなりません。先の定例会の答弁では、蟹川堀の周辺は宅地化し、市街化が進展したが、素掘りの水路のため、水路のり面が崩れるなどの被害があり、隣接住民の自主的な管理も十分とは言えず、長期的には整備が必要と認識している。そのため、コンクリートによる護岸整備などが望まれるが、本箇所は延長680メートルと長く、水路断面も約8メートルと比較的大きく、現状護岸の整備だけで相当の経費と時間を要し、整備手法や財源の確保が課題となる。当面は除草や土砂浚渫などの維持管理に努め、今後現状断面での整備の可視を含め、整備手法や財源の確保について検討するとのことでした。そこで質問ですが、平成20年度から平成24年までの5年間、維持管理としての除草や土砂浚渫の実施面積を 年度ごとに示していただきたい。またこれまで水路のり面の崩れなどで民間宅地への冠水防止をどのように対応したか経過をお尋ねいたします。さらに現状断面での整備の可視を含め、整備手法や財源確保の検討結果、そしてそれを踏まえた今後の計画を示していただきたい。また蟹川堀の石橋はコンクリート製であるが、周辺部の開発などによる交通量の増加に伴い、
老朽化が進行していると認識しており、老朽化の進行を監視し、必要な措置や安全確保のため、適正な維持管理に努めるとの答弁でした。そこで、石破氏の経年年数や今後の対応年数はどのくらいと見ており、これまでどのような維持管理を行ってきたか、さらにこれらを踏まえ、今後の計画を示していただきたいと思います。次は、口を置いた町内会へ交付する交付金についてであります。本市で区長規則を制定したのは、昭和30年10月31日で、同年4月1日から施行されました。次来、区長などに関する規則と名称を変更し、新たに第7条に経費の支弁、第8条にこの規則に定めるもののほか、区長に関し必要な事項は別に定めると条項を追加したのは、平成19年3月30日改正し、同年4月1日施行した時からであります。そこで質問ですが、町内会への交付金はいつ、誰に、どのような目的および理由で交付し、交付方法や交付金の算定根拠、また交付している町内会ではどのような事業などに使用しているか、実態を示していただきたい。さらに今後の町内交付金のあり方をお尋ねし、壇上での質問を終わります。成田義雄議員のご質問にお答えをいたします。はじめに町内会交付金についてであります。町内会交付金は会津若松市区長等に関する規則に基づき、地域における市民の福祉を増進し、区長の行う事務を円滑に進めるために各町内会に交付しているものであり、算定根拠、交付の時期等を会津若松市町内会交付金交付要項で規定しております。交付金の額は均等割額に1世帯あたり750円に世帯数を乗じた世帯割額を合算して算出し、毎年12月に一括して交付することとしております。交付金の使途は各町内会の裁量で決定されており、区長への報奨金や役員への手当はもとより、環境整備や行事の運営などさまざまな用途に有効に活用されているものと認識をしております。次に、今後の交付金のあり方についてであります。町内会交付金は各町内会の裁量のもと、実情に応じた活動等に有効に活用していただいているものと認識をしております。このことからも、今後ともこの交付金が町内会組織の円滑な運営や活動の活性化につながるよう、交付の趣旨のさらなる周知を図りながら制度を運用してまいりたいと考えております。なお、その他のご質問につきましては主幹者よりお答えを申し上げます。建設部長。お答えいたします。東年貢町、年貢2丁目の石橋から一級河川古川に合流する地点までの蟹川堀および石橋の整備についてであります。まず、蟹川堀における平成20年度から平成24年度までの維持管理として、除草や土砂浚渫の実施面積についてであります。除草につきましては毎年実施しているところであり、その面積は
平成20年度1550平方メートル、21年度に1670平方メートル、22年度に1970平方メートル、23年度には2175平方メートルを実施してまいりました。今年度につきましても現地を確認し必要に応じた除草作業を実施してまいる考えであります。また土砂浚渫の実施につきましては当該区間での流水を阻害するような土砂堆積物がないことから作業は実施しておりません。また民間宅地への冠水防止についてでございますが、冠水防止の対応につきましては降雨時における雨水流入の抑制を図るため、蟹川堀上流部に位置する会津総合運動公園外周水路の整備により蟹川堀に流入する雨水の減水を図ることで冠水防止に努めてきたものであり、その効果は近年の降雨では大きな冠水被害が発生していない状況と認識しております。次に整備手法や財源確保の検討結果とそれを踏まえた今後の計画についてであります。長期的には流水断面の維持向上のため現況のり面を改善する護岸整備が必要であると考えておりますが、整備にあたりましては相当の事業費を要することとなりますので、今後の計画につきましては国庫補助事業の制度活用の検討や現在実施しております一水対策事業、さらには普通河川整備事業の事業の進捗、当該河川の緊急性を踏まえ引き続き検討をしてまいる考えであります。次に石橋の経年年数、それから耐用年数の見通しと維持管理の経過およびこれらを踏まえた今後の計画についてであります。当該橋梁につきましては現在コンクリートで整備されており、その整備時期は残念ながら不明でありますことから経年年数は確認されておりません。また一般的にコンクリート構造物の耐用年数は50年から60年と言われておりますが、自然環境や交通量などの利用状況により大きく変わるものと考えております。なお日々道路パトロールにより異常箇所の発見に努めているところであり、今後も日常的な点検を実施し必要に応じた対応をしてまいる考えであります。以上でございます。成田義雄議員。まずですね、蟹川堀についてお尋ねしますけどね、今浚渫工事は過去5年間、必要がないからやってこなかった。それから、除草はですね、大体、今答弁ありましたけれども1500から2000平米くらいですね。ところがですね、あそこ面積が壇上でも説明しましたけれども8メーターの608メーターなんですよ、延長が。そうしますと約1万平米あるんですね。そうするとね、その中の毎年ですね、草というのは毎年生えてくるんですよね、ご存知のように。市はそれは認識しておられるでしょ。そうするとね、例えば1500から2000平米をやったとしたって、それはほんの2割くらいですね、 15% から 20%。 こういう対応でいいんですか、これをまずお尋ねしたいと思います。それからですね、石橋については、これ確かにね、不明だというのは分かります。経年はですね、その集落の方にしますと85年は経過しているということなんですね。それで今言いましたようにコンクリートはですね、50年から60年の耐用年数だ。ただし長寿命化でまだまだ伸びる可能性、ね、対策を打てば伸びる可能性はあると思うんですが、そういう状況なんですね。それについて、お尋ねしたいと思います。続きましてですね、町内交付金についてでございますが、これはあくまでもですね、昭和30年代から町内交付金というふうに条例で定めているわけなんですね。策定時の土地から
ところがですね、皆さんご存知かもしれませんが、区長手当になってるんですよ。要するにどういうことかと言いますとね、まあ、これも現実のことをお話しますけれども、区長会会長からですね、本年4月4日、要望書が次回に出されました。平成10、その内容はですね、平成17年度より、元来交付金に区長、交付金は、区長手当であったものを町内交付金にすれば無税となり、これまで通り、区長手当は、には変わりない。と当局は説明したというが、これは事実なんですか。これが一つ。さらにですね、私もこの町内交付金、区長手当って別名ですね、もう死にした経緯があるんですけれども、これまでのですね、委員会等による私の答弁にはですね、これははっきりと区長手当と言ってるんですね、答弁されてるんですよ。一体どういうことなんですか。それからですね、これ質問ですよ。で、一体どういうことなのか、また事実なのか、先ほどの区長会長の要望書はですね、その点、後で答弁をお願いします。それからですね、区長手当、もし区長手当であったならばですね、それは何を根拠にしてですね、区長手当とこれまでしたのか、それもお尋ねしたいと思います。さらにですね、一般質問ですから、回数が決まってますので、さらにですね、この交付金は、交付金の、例えばですね、交付金の1町内会の平均交付額を知っておられますか、出せますか、もし出せなければ、大体ですね、今、505人の区長さんがおられましてですね、条例によりますと、区長が、いる町内会に町内交付金を交付するというふうになってますので、区長さんが500人いますのでね、一町内会平均しますとですね、中市内の場合、農村地区じゃなくてですね、これは、世帯割だけじゃなくて、均等割合がちょっと安いもんですから、それを言いますと、平均がですね、年間8万1513円なんですよ。それでですね、先ほど答弁ありましたけれども、市長の方から答弁ありましたけれどもですね、その使い道のですね、私の調査によりますと、使い道の約交付金の使い道の町内会の中でですね、この、実績報告書があるわけなんですが、全町内会505のうちのですね、77.8% は区長手当として使ってるんですよ。これについてどのように思われるか、お尋ねします。建設部長。カニカワ堀に関する2つのご質問でございます。まず除草面積の件でございますが、全体的には680メートルという中で、川幅、これは両側に、完治、道路分がございますけれども、これを含めて8メートルでございます。全体、単純に計算いたしますと、今、議員がおっしゃられた面積になるわけでございますが、途中には構造物もございます、いろんな構造物がございまして、それらを除いた適切な除草に努めているということで、平成23年度におきましては、2175平米でございますか、そういった除草作業をし、適切な対応をしているというふうに認識をしているところでございます。それから石橋の耐用年数の考え方でございますが、先ほど申し上げた耐用年数50年から60年という考え方でございますけれども、これは固定資産の評価の関係で国が示している基準に基づきまして、一般的なコンクリート製品の耐用年数ということでお答えしたわけでございますが、現実的には先ほど申しましたように、いろんな条件によって大きく変わってまいります。先ほど議員がおっしゃられた85年という経過の中で、橋梁は石橋からコンクリート製品に変わってございまして、残念ながら
設置年度は明確ではございませんけれども、その中で私ども適切なパトロールの中で橋を管理しているところでございまして、それらに基づきまして今後につきましてもですね、必要に応じた適切な対応をしていくという考え方の中で管理を図ってまいりたいというふうに考えております。市民部長。何点かご質問をいただきました。ちょっと順序が違うかもしれませんが、一つ目にですね、使い道として、区長手当が7割ぐらいというふうに報告が上がっているが、それについてはどう思うんだということでございますが、確かに毎年、町内会の方から、報告書をいただいております。その結果を集計してみますと、前回で言いますと、区長の報奨という、区長手当というような名目で受け取っておられる方が、503町内のうち393町内というような数でございました。その他、会員費であったり、あるいは役員手当というふうに、さまざまな形でお使いになっているわけでございますけれども、あくまでこの町内会の交付金につきましては、さまざまな経過を踏まえて、町内の事情や歴史的な背景を踏まえて、町内の総意に基づいて、その使い道を決定していただくということでございますので、その町内の皆様方が、区長に対するねぎらいのお金としてお出しになっているというものだというふうに理解をしてございます。それから金額の件ございましたですけれども、503町内会のですね、金額は先ほど8万いくらというようなお話ですが、単純に昨年の金額で申し上げますと、平均では503町内で8万5千数百円というような金額になってございます。それから無税というようなお話でございましたけれども、かつて区長手当という区長報奨金という形でお出しをしていたわけでございます。その区長報奨金については特段課税をしてこなかったという経過がございます。これは間違いない事実でございますが、それについて所得ではないのかというご議論があって、源泉徴収をすべきではないかというような議論もなされたと承知しております。で、区長手当の根拠というお話でございましたけれども、平成17年に町内会の交付金という形に制度を統一をしまして、改正をしまして、その中で、あくまで町内会に対して一括、町内会に対しての交付金という形でお支払いをする。でそれを区長に対する手当として、使われるか、あるいは町内の活動費として使われるか、それはあくまでも町内の総意に基づいて決定をされるものというような形で今現在まで運用されているということでございます。成田芳生議員。まず建設部長、あなた実際毎回600、カニ上りでございますけどね、完全にやってるって言いますけど、現地見たの、あなた本当に。よくね、現地を確認して答弁するようにしなくちゃまずいと思いますよ。680メートルあるんですよ。大半がですね、草ぼうぼですよ。適当なね、答弁やったらダメですよ。やってますなんつって。たかが2000平米でしょうが。いいですか？ちゃんとやってくださいよ。それが、全部やってるなって言ってますけどね、やってないから言ってるんですよ、こうやって。いいですね。そういう点をお願いしますよ。答弁お願いします。今後のね。それから、今初めて、部長の新部長の方が話ありましたけれども、これまで平成17年度までは区長手当だということだったんですね。ちょっとおかしいと思いませんか？条例を策定したのはですね、昭和30年なんです。その段階からですね、町内交付金って、要するにこういうことなんですよ。町内交付金って言葉を使ってるんですよ。実際に。
そして平成17年度から正式にですね、区長への指示として、軽視としてですね、なんすか、町内に交付金を差し上げるってなってるんですよ。それまではですね、町内交付金って言葉はなかったんですよ。よろしいですか。平成17年度から町内交付金ってやったんです。しかしそれ、今までの答弁はですね、平成17年度まで区長手当として出してたって言うんでしょう。それは多分要項だと思いますけどね、そういうことをやっていいんですか。意味わかりますか、私の質問してるのは。いいですか、もう一度繰り返しますが、平成10策定、条例を策定したのは昭和30年なんです。そして、町内交付金を交付するというのは平成17年の、あれでしたっけ、条例改正の土地ですよ。追加、そして平成、ちょっと待ってくださいね。失礼しました。あのね、要するに、区長に必要な事項、第7条、区長等に関する規則と名称を変更し、新たに第7条に経費の支弁として、それから第8条に、先ほど壇上で述べましたように、規則に定めるものの効果、区長に対し、監視、区長に必要な事項は別に定めると条項を追加するのが平成19年の3月31日に改正したものなんですよ。それまではですね、交付金って言葉もなかったしですね、不調手当っていう言葉もなかったんです。その点はどう思われますか。はい、建設部長。蟹川森の除草についての再度のお話でございます。全体延長680メートルの中で、先ほど申し上げたようにいろんな構造物がございまして、現在毎年除草につきましては中央都市火力さんの方に委託契約を申し上げまして、適切な除草をしているというふうに判断しているところでございます。今年につきましても現地をさらに精査をしながら適切な除草に努めていきたいというふうに考えております。市民部長。お正しの趣旨にかなうのかどうか分かりませんが、平成17年に会津若松市町内会交付金交付要項というのができて、町内に対する交付金という制度が初めて誕生いたします。それまでにつきましては区長手当ではなくて区長報奨金という形でお支払いをされていたということでございます。成田義雄議員。ですね、区長報奨金、区長手当、区長に個人的に支払ってたということですね。そして今後はですね、これ最初の答弁ありましたように、条例に基づきまして町内に交付するというふうになってますね。それによっていろんなトラブルが実際起こってるんですよ、現実に。例えばですね、ある町内会はですね、例えばですね、私も経験して、聞いてますけれども、要するに、区長が黙ってそういう交付金、市の方からもらってる、そんな知らなかった、なんで教えなかった、区長なんかダメだと、信用ならない、こういう問題も起こってるんです。それでですね、この町内交付金を当局はちゃんと区長さんにも、あれでしょ、あくまでも今この先ほど区長会長の方からの要望ありましたように、私も聞いてるんですよ、17年以降でも。町内交付金であったって、これは区長手当だと、あなた方は説明したでしょ、説明してきたでしょう。私も聞いてるんですよ、委員として。それから区長さんもそれを要望されて、おかしいじゃないかと。そして今現在、この町内会では、いろんなトラブルが起こっている。違いますか、現実ですか。要するに、区長会では、今まで同様、市の方から交付金ともらっている、町内交付金となっているのは、区長手当だと思っているわけですよ。ね、そういう点もはっきり説明したって、実際は、あれですよ、区長手当、先ほど言いましたように、区長さんがもらっているんでしょ、現実に、77%、先ほど言いましたように、77.8% もらっているんですよ。いいですね。
だからそういう点をはっきりしてないと行政区の区長、町内会の区長さんが悩んで、そしたら町内の会の方からも非難を浴びてるんです。なぜこれはっきりさせないんですか。理由があるんですか。お尋ねします。はい、市民部長。再度のお尋ねでございますけれども、町内会の中に現実的に今もの取り扱いについていろんなご意見があったりということについては私どもも承知はしております。しかしながら、かつて区長報奨金と言われていた時代にさまざまな課題があって、この議会でもご議論をいただいて、その結果として町内会への交付金にすることがよりベターな選択であるという、区長会との協議の中でそういう取り計らいがされました。町内会においては、町内会においてはさまざまな事情があり、あるいはそれまでの歴史的な事情がございます。そういったことを考えますと、一方に肩寄せをするというようなやり方が果たして町内会の円滑な運営に資するのかどうかという問題もあるかと思います。現実に今区長さんが直接お守りになっている以外にも、区長さんがもらったものを町内会にお出しする、そしてお出したところから改めてお守りになる、あるいは区長さんがそれを全額町内の方の活動費に充てられる、あるいは最初から町内会でそれをもらわれて町内会費と合わせて活動費に充てる、さまざまなケースがございます。それは町内の代償もさまざまないろんな事情によっていろいろ違うわけでございます。そういったことを考えますと、現在のこの町内交付金制度は我々としては継続していくべきものだろうというふうに思ってございます。要は使途とかなんかにつきましては、町内の皆様方の総意でもってその使い道あり方を選択していく、そしてもっと大事なことはそれを一定程度透明化を図っていくということが大事なんだろうと思います。そういう意味では、今般我々が17年度から定めて運用しております、町内会交付金の制度のあり方について、これからも町内の皆様方に分かるようにご説明を申し上げ、ご協力をお願いを申し上げてまいりたいというふうに思っております。はい、成田義雄議員、5回目です。最後ね、平成17年だったらですね、今平成24年ですからもう7年経ってるんですよ。私その時はですね、私はちゃんとこの町内交付金は区長手当だと、ちゃんと答弁されてるんですよ。あなた方いつから変更したんですか。これ私にはそういう委員会、これ担当委員会もありますけれども、ちゃんと答弁してるんですよ。それから区長の皆さんにもちゃんと答弁してるんじゃないですか。それがですね、今度は町内交付金という、言葉、一般的な言葉、わしもですね、その委員会もしくは決算委員会の時も指摘しておりましたけれども、町内交付金という名前をすると誤解を生じるよと。あくまでも今説明した、答弁あったように、町内交付金だと町内に入れるべきなんだよ。後で問題出てくるよ。案の定出てんじゃないですか。どう思われますか、これ、市長。あのね、まだ終わってない、5回目なんだから。ね。そういう点をね、はっきりさせないとダメなんですよ。区長手当なのか、そのあたり条例を新しく作って、区長等のに関する規則もありますからね、ちゃんとそこに出すことがですね、町内交付金は町内交付金でまた別にするとかね、はっきりさせなくちゃダメなんだ、これは。私もごまかされてるんですよ。この内容は誰が責任取るんだ、これ。私はそういう答弁もらってんだって、だから。決算委員会でも、先ほど言いましたように、委員会でもらってるんですよ、これ。その責任、それはどうするのか、そしてどのように思ってるのか、最後ですから、一つ足りますよ。答弁。
まだの、いいや、いいべ。はい、市長。成田議員のご質問にお答えをしたいと思います。さまざまな事実確認については、ちょっとこの場ですべてできるものではないので、時間をかけてさせていただきたいと思いますが、成田議員自身も17年のとき、私も議員でしたが、この問題についての議論がさまざまあったことは、私も記憶しておりますけれども、議員もご承知だと思います。そして今町内交付金すると問題があるというお話がありましたが、逆の問題があってこちらに触れたというふうに私は承知しています。すなわち区長さんへ報酬でお支払いするなら市が自らやるんであれば源泉徴収すべきだろうと、そのことに対して、当時の判断は源泉徴収をしない形で交付金でお渡しするということで一定程度の合意があった経過が今に至っていて、その途中でですね、各町内で、今部長から答弁あったとおり、2通りあるわけですよね。町内会で受け取るか、個人で受け取るかによって、若干の町内への周知が変わってきた経過もあるわけです。で、実はそれが進んできてしまったために、どちらとも今、はっきり申し上げられないので、私が先ほど申し上げたように、交付金としての使途は、こちらで、決定をしているのではなくて各町内会の裁量にお任せしますということで今進めていただいているんです。はい。そして、いずれもですね、さっきの何でしたっけ、1万平米のところの除草についてもそうですが、これ結局同じところに行き着くのかなと私は議論をさせていただいているのを聞いてて思いました。除草も全部市役所に税金を使ってやってくださいというご依頼だと思います、当面これ。それから、町内会にいろいろお願いをしている経過があって、報奨金が、すみません、町内会の交付金が出ています。どういうふうにこれからそういうものをお願いしてですね、やっていくのかというのは、私が考えている市民共同という切り口で言えば、一つの考え直すものの一つかなとは思っておりますので、今すぐ結論が出せるものではございません、どちらも。いずれも地元の協力がなければやっていけないものでありますから、そのことも含めて検討をさせていただきたいと思いますし、議会でのやり取り等に関しては、事実確認をさせていただくことで、ご了解をいただきたいと思います。